いきなりおならぷー、ドイヒーです。今日はサイコボーイやってくよ。なんだかやばそうなゲームだな。あ、じゃあ早速始めていこう。先生みたいな人がいるな。どうやら転校生が来たみたいだね。転校生が主人公ってことなのかな。画面をタッチしてだって。じゃあ窓を触ってみようかな。窓が開いた。そんなとこから出てきた。そして中へと入ってきた。こいつやばいやつだな。ドイヒーもやばいけどね。これが主人公のサイコボーイか。なんか矢印出てきたぞ。どうしたらいいんだ。タッチすればいいのかな。アイテムゲット、チョコゲットした。そしてスライドすればいいのか。チョークを持って、なんか怖いの書き出した。サイコ野郎だよ。とんでもない転校生で怖すぎるね。名前もサイコボーイ、サイが名字でコボーイが名前かな。変な名前すぎるでしょ。早速行ってみよう。ステージに行ってみよう。ここには信号があるぞ。何したらいいんだろう。画面タッチしたらなんかアイテムゲットできたって。おまわりさんに捕まっちゃった。これは捕まって死刑だね。罪が重すぎだもん。どうしたらよかったんだろうな。赤信号だったから渡っちゃダメだったんだろうね。じゃあ下にコーンがあるからこれを使えばいいのか。渡れないでしょって飛び越えんのかよ。またおまわりさんに怒られてる。死刑確定。どうしても死刑にしたいのかよ。さっきゲットしたアイテム使えばいいのかな。どこに使うんだろう。引っ張ってる引っ張ってる。これのおかげで青になった。これでクリアか。アイテムをうまく使ってクリアしてくんだね。続いてステージ3行ってみよう。これは絵を描いているのか。じゃあペンを渡してあげればいいだけでしょう。仲良すぎな。絵描いてる。怖すぎるんだけど。女の子も泣いちゃった。隣の人を描けって言われてるから、こんな絵描かれたら怖すぎだよね。じゃあ他の場所をいろいろと触ってみよう。何かないかな。何か、ここのドアは関係ないのか。じゃあ黒板は何かないかな。なんか出てきたぞ。怖い絵を描けって言ってるよ。じゃあさっきの絵を描けばいいのかな。これでどうだ。おー、すごい人が集まってきた。ということはクリアか。楽勝のシュシュのシュ。続いてステージ4行ってみよう。給食食べてる。いいな。僕も今ゲームやめて給食食べよう。今はゲームに集中しなさいよ。カーテンが怪しいと思ったんだけど何にもないな。他の場所もなんもなし。人の服で口拭いちゃったよ。汚しちゃってるよ。本当に最高野郎だな。みんなは人に迷惑かけちゃダメだよ。ドイヒーが言うんじゃないよ。どこか怪しい場所ないかな。家庭以外どっかわかんないよ。諦めずに調べて。また食べ終わっちゃった。拭いちゃった。だけどこれがある意味クリアだけどね。どう考えたってアウトでしょ。何かないか何かないか。いろんなところをタッチしてるんだけどな、何も見つからないよ。椅子が動いた。ハサミをゲット。これでカーテン切るんじゃない。やっぱり。あとはこのカーテンで間に合わなかった。拭いちゃってる。
クリアの仕方分かったのにもったいないね。勘弁代弁関西弁とやさ、もうクリアの仕方分かったよ。まずはアイスをずらしてハサミをゲット。このハサミでカーテン切ってゆく。あとはこれで口を拭けばいいだけでしょう。なんか首に巻いちゃったよ。首締める気。そんなわけないでしょう。これで口をきれいにしてクリアだ。続いてステージ5行ってみよう。うわ、服ごとお風呂入ってるよ。ダメだな。こんなの人間失格だよ。で、僕もそうだけどね。人のこと言えないじゃないか。お母さんに服着たまま入ってるところ見つかって怒られちゃってるよ。僕のお母さんだったら褒めてくれるけどね。どんなお母さんだよ。なんかアイテムはゲットできてたから使ってみよう。これはシャンプーとリンスか。あとはタオルをゲット。これをどんどん渡してく。そしたら頭にぶかきで泡だらけ。服が見えなくなった。あ、これでバレないっていうか風呂の中泡だらけにしていいのかよ。それは言わないお約束。ステージ6行ってみよう。次はなんだこれ、ボタン押しちゃおう。非常ベルだよ。なんもないのに押したらダメでしょ。なんかやばい人出てきたんだけど。この人の頭をツルツルにすればよかったのか。サイコボーイよりも最高なこと考えてた。じゃあこの人に何をすればいいんだろう。おー、開けたら閉められちゃうの。じゃあ他の場所をタッチしてみよっか。パッと触れそうなのは上の窓。お、なんか開いて。なんだこれ。とりあえずいじってみよう。部屋の温度を50度にしちゃったよ。ああ、変な人倒れちゃった。ここで落ちたらもう非常事態だったのね。これならこの人救って救世主。当たり前だな、ブラックマン。続いてステージ7行ってみよう。もう食べられそうなんだけど。ああ、食べられなかった。食べられてよ。恐ろしいこと言ってるな。じゃあ他の場所をタッチしてみよう。この魚をタッチしたら泳いでいった。魚は意味がないのか。じゃあ他を調べてみよう。いろんなところをタッチだ。あ、なんか開いたぞ。水が減った。これで魚がゲットできたよ。おっと、なんか草みたいなのもゲット。じゃあ草を使ってみよう。なんかこちょこちょして危ない。草じゃないのか。魚はどうせ食べられるでしょうと思って草にしたのに。深読みしすぎちゃったのかな。じゃあ次はストレートに魚を使ってみよう。これでどうなるのかな。プーチの中に魚、やっぱり危ない。結局ダメじゃないか、魚。まんまとやられちゃってるね。じゃあどうしたらよかったんだろうな。魚と草は他の使い道あるのかな。わからんな。っていうか右下怪しいぞ。草に隠れてたここが怪しいぞ。おいと、そしてペンチみたいなのをゲットした。これを使えばよかったのか。虫歯みたいなのがある。これをペンチで抜いちゃうの。痛くないのかよ。さすがのワニでも絶対痛いね。これでクリアか。楽勝のシュッシュのショー。手こすってたけどね。続いてステージ8。ここは教室か。何をすればいいのかよくわからないけど、とりあえずいろんなとこタッチ。なんか出てきた。窓の外か。雨みたいなのをゲット。他には何かないかな。この蝶々とか怪しいけど何もなし。花壇にはスコップがあった。これで何をすればいいのかな。とりあえずアイテム持たせてみるか。まずはスコップから。続いて飴みたいなのもいっちゃおう。あれ、なんかありたかっちゃってる。友達たちも引いてる。
弾いてるの最高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 。なんで弾いてて最高なんだよ。じゃあどうすればよかったんだろうな。スコップをどうにかうまく使えばいいのかな。確かにさっき持ってただけだったもんね。スコップで花を取るとかかな。取れたぞ。この花を何使えばいいんだ。よくわからんけどこの花を持たせてみるか。持ったら蝶々が来た。花に吸い寄せられてるのか。これで友達集まってきた。だけど蝶々いなくなった途端に友達たちいなくなりましたとさ。めでたしめでたし。それの何がめでたいんだよ。続いてステージ9行ってみよう。ゴミが散らかってる。これを回収。いいことしたな。なんかヤバそうな人が顔を捨てた。これも回収。なんなら服だって回収だ。そんなことしたらダメでしょうか。っていうかこの人自体を捨てようよ。ポイ捨てする人なんてゴミ以下だからさ。確かにポイ捨ては良くないね。みんなはマナーを守ろう。当たり前だなブラックマン。ゴミ以下の人間にはなりたくないもんね。こっちでは自販機怪しいな。ジュースを出してあげて。どうだ。どうだじゃないよ。勝手にボタンを押したら怖いから。じゃあどうすればよかったんだ。ゴミ収集車が怪しいか。そこに何かあるかもしれない。って中入っちゃったよ。ああゴミと一緒に燃やされる。恐ろしすぎる結末。これにはびっくり仰天テストは0点ツルツル食べれるところ点。じゃあどうしたらいいんだろうな。こっちが怪しい気がしたんだけど他には何にもないもんな。一旦戻ってみますか。だけどこっちも何もない。お、これがゲットできたんだ。だけどこれどうやって使うんだ。あ、この人に渡してみたら何が起きるかも。これで誰か来た。なんかめっちゃ褒めてる。ゴミ拾いさせてる。だけど僕はどうしたらいいんだろうな。こっちのゴミを拾えばいいだけかって。素手だから拾ってくれないのか。どうすんだ。あ、ここにあった。これを使えばいいのね。これでゴミをどんどん回収。そして綺麗になりました。ありがとうございます。みんなも街を綺麗にしようね。街を綺麗にする前にまずは心を綺麗にしなきゃダメだろこのハゲ。ハゲとか言う人心汚いよ。続いてステージ10。いつの間にかお医者さんになっている。そしておっさんが入院中。テレビをつけたらテレビに夢中。今のうちにわさびをゲットだ。何使うんだわさびなんて。こっちには何かあるかな。なんか始まったぞ。足だ。足を切断。恐ろしすぎる。なんでつけ直した。こんなの怖すぎる。これはとんでもなく最高だね。じゃあわさびを使えばよかったのかな。じゃあわさびを回収だ。テレビを見させといてその隙にわさびをゲット。このわさびを傷口に塗ってくればいいのかな。そんなの痛すぎだからやめてよ。だけど昔からわさびはどんな傷でも治すと言われてないか。言われてないのかよ。だったらダメじゃないか。じゃあどうしたらよかったんだろう。他に怪しい場所は、あ、左に引き出しがある。ここに包帯入ってた。これを巻けばいいのか。なんだ簡単じゃないかって体巻いちゃってる。ミラー状態にしちゃってる。だけど治ればいいか。よくないから。ただただ巻いてるだけだし治らないよ。だけど他に怪しい場所って見当たらないけどな。どこかに何かある。これはなかなか難しいね。こっちももう全部見たと思うんだけどな。
窓とかもなんもないし、このテーブルの上だって、あ、わさびもうゲットできた。テレビに夢中になってる間に取り上げてたわけじゃないんだ。あ、背中に尻尾があったのか。この尻尾使えばいいのね。これでここもクリアだ。結構難しかったね。むずすぎむっちゃん103歳。まあ、ちゃんとしとりすぎ。続いてステージ11度。次はなんかめちゃくちゃ落ち込んでんな。30点だからか。じゃあこんなテストをハサミで切っちゃおうよ。そしたらもう証拠隠滅だ。やった。そんなことしたらダメでしょ。ほら先生が来て怒られちゃうよ。あー、テスト切ったのバレちゃった。残念観念なんでやめとやさ。じゃあどうしたらいいんだろう。ペンはゲットできたけどなんかダメな気がするな。テストがゲットできた。0点のテストだ。自分より低い点数見てテンション上げなよ。そんなんでテンション上がっても30点なのは変わりないよ。じゃあ残すはペンか。ペンでいけるかな。何するか大体わかるよね。300点にしちゃった。とんでもない点数だ。だけどこれじゃ何の解決にもならないよ。どうしたらいいんだ。じゃあもう頭叩いて30点取った記憶をなくしてあげようかな。なんて恐ろしいこと考えてんだよ。じゃあどうしたらいいんだろうな。いろいろ試したけど他にやることないよね。0点見せ続けたらどうにかならないかな。ちょっと元気になるだろうな。よく見たら0点以外にも何かあるかな。あ、また0点か。あ、図書記は1点。3枚セットになってまだなんかある。これはなんか映画のチラシかなんかか。これを見せたら食いついた。一緒に映画見て元気出すのかな。じゃあ映画見て楽しんだ後に30点取ったことを思い出させてあげよう。なんでそんなことするんだよ。映画館に来たんだ。ここでは何をすればいいのかな。とりあえずいろんなところを触ってみよう。なんか紐が取れてこれがゲットできた。こんなの何に使うんだろうな。他にはここには何もなし。この棒みたいなのどうやって使ったらいいかよくわからん。よくわからん。よくわからん。ランランランルー。そのギャグの方がよくわからんよ。いろいろタッチしてみてんだけど全然何にもないんだよ。なんだここ。ここになんかある。だけど取れない。ここでこれ登場か。重さで椅子が動かなくなって取れました。これは売店で使えばいいのかな。ドリンクゲットだぜ。これを飲めば映画を楽しく見られるね。よかったよかった。他には何にもなさそうだし、もうこれでスタートして大丈夫かな。それじゃあ行ってみよう。映画の始まり始まり。映画見ながらドリンク飲んで最高だ。ああ、どこ行くんだよ。映画の途中に。ドリンク飲んでお腹冷えちゃったのかな。だったらお漏らししながら映画見たらいいじゃないか。お漏らしダメだから。絶対ダメだから。だけど結局お漏らししそうな状況。みんなドリンクでお腹壊しちゃったかな。もう何もなしでスタートさせてみたよ。逆にこれが正解かもしれない。友達のポップコーンを盗み食い。最高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 ショー。人のものを勝手に食べたりしたらダメだから。バレなきゃいいでしょって。バレてた。結局バレてた。やっぱりいきなりスタートじゃダメか。じゃあ他にどうしたらいいだろうな。ここはこれ以外ゲットできるものないんだけどな。
そしてこっちもタッチしたって全然何も起きないよ。これは相当難しいね。この棒みたいなやつ左に置いても何も意味ないもんな。じゃあどうしたらいいんだ。こんな謎はコナンでも解けないよ。やっぱり右のチケットをゲットしなきゃいけないのかな。じゃあチケットを使わずに誰かにあげるとかかもしれない。あれこれも違うの。じゃあどうしたらいいんだ。結局はドリンクに変えなきゃいけないのか。あ、ドリンクを自分で飲まなきゃいいってことかもしれないぞ。他の人へと渡してみよう。それはいいかもしれないね。両手でドリンク飲んでる、すげえ。だけどお腹壊しちゃうよね。席から違うチケットゲットだぜ。これを使えばポップコーンがもらえた。じゃあこれを食べながら映画楽しむとしますか。チケット盗めてラッキークッキーおいしいし。盗めて言うなよ。ドリンクと交換ってことでいいんじゃないの。それじゃあ次のステージ行ってみよう。次は料理か。スプラトゥーンの北斎みたいなやつゲット。他にはイカをゲット。完全にスプラトゥーンじゃないか。これで何をすればいいんだろうな。あれ料理触ったら勝手に作り出しちゃったよ。パスタを作ってんのかって真っ黒焦げ。なんじゃこりゃ。これ食べれないよ。だけどイカスミっぽくも見えるな。ってことはイカスミをなんかうまく使えばいいんじゃないのかな。北斎があるから色を塗れってことだよね。じゃあイカを出て使えばいいんだろうな。持たせればいいかって生で食べだした。イカなんか生で食べたらあすっげーブチブチブチブにやられちゃうよ。アニサキスってやつね。みんなも生で食べるときは気をつけよう。持たせてダメならどうしたらいいんだろうな。あ、右にボールがあるからそれを使えばよかったのか。だけどボールに置いただけでダメなの。何したらいいんだ。イカスミ出てこないの。矢印が出てきて、イカスミたっぷり出てきた。これを筆につければいいのか。そして黒くなった筆でパスタを塗れば見本がイカスミ見たくなる。見本が真っ黒だからこれで焦がしても大丈夫。おならがブー。さあこれでクリアだ。だけど見本っぽくても真っ黒焦げだったら意味ないけどね。それは言わないよ約束。続いてステージ14行ってみよう。スーパーでお買い物。この吹き出しのものを買えばいいのかな。そんなことよりも試食だ試食。試食を食いまくれ。あくまで試食だから一つだけにしときなさいよ。おばちゃん無事切れ。この後おばちゃんにボコボコにされましたとさ。めでたしめでたし。おばちゃん怖すぎだから。おやつをめっちゃ取りまくってる。ああ幸せだ。こんなにおやつまみれ。お母さんに怒られたってどうでもいいよ。おやつ最高。よくはないでしょ怒られてるんだからさ。じゃあどうしたらいいんだろうな。他にもいろんなところを触ってみよう。上はなんかあるかな。あれなんか取れた。あーこっちだ。そしてスピーカー登場。これでなんか流れてきたぞ。おばちゃんを呼んでるぞ。さよならおばちゃん。後ろからなんかが出てきた。あれはお肉かな。お肉よりもこの吹き出しのやつはどこにあるんだよ。あ、これだったのか。次は缶詰。そしてお肉。これで終わりだ。なんだよめちゃくちゃ簡単なステージじゃないか。いやいや結構難しかったでしょう。続いてステージ15行ってみよう。髪の毛を切ってもらってる。隣にはハゲたおっさん。ハゲたおっさんどうすんだ。お、カツラをゲット。
これをかぶせちゃう。いや、それよりもハゲを切っちゃおう。ハゲを切るって恐ろしいこと言ってるな。大事な髪の毛切ったから、あ、怒っちゃってるな。ってことはカツラをかぶせてから切ればいいんじゃないのかな。僕って天才。自分で言ってて恥ずかしくないのかよ。それじゃあおしゃれに切っていこう。ってなんでこの頭な頭になっちゃった。じゃあどうしたらいいんだ。右にも行けた。カバンの中からマジック出せたよ。これで髪の毛描けばいいじゃないか。これでバッチリ。どこがバッチリだよ。ふさふさ感が全くないからね。ふさふさにしなきゃいけないのか。じゃあどうしたらいいんだ。あ、ヘアカタログみたいなのがある。これを見ながら切ればおしゃれな髪型になるんじゃないのかな。そんなうまくいくのかな。いけるはず。髪の毛切ったらおしゃれになった。これで満足でしょ。くつらが落ちた。台無しだ。なんで落ちちゃうかな。サイズがフィットしてないのかな。じゃあどうしたらよかったんだろうな。とりあえずここをいろいろ調べてみよう。ランドセルはペン出てくるだけだもんな。どうしたらいいんだろうな。あれ、ランドセルが落ちてノリが出てきた。このノリでハゲに固定すればいいのね。でも肌にノリなんかつけたらよりハゲちゃいそう。それは言わないお約束。これでおしゃれになったぞ。あとは落ちるな落ちるなよ。やった、なんかうまくいったみたいだ。というわけでセコボーイ、セコ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 ショー。他にもいろんなステージがあるみたいだから、みんなもよかったらやってみよう。バイバイバイ、ポンポロピー。チャンネル登録よろしくお願いします。